大学の教室を借りて、あの一軍からこう大きい画用紙みたいに名前がこう書かれて、実はお前あっちだろって言われた先は一軍の紙だと。見たらあって嬉しくないんですよね。栃木は結構、まあ、今武装伝統サッカーチームあるからだけど、はい、サッカー選手、まあ、宇学が強かったりとか、はい、今で矢板中央、はい、矢板中央ですね。結構サッカーどころではあるよね。どころでありますね。え、高校はどうなの？高校は国学院栃木っていう。国学院栃木、はい、ここは久我山とか国民大学の、うん、付属の高校なんですけど、全く強くない。そうなの？県でベスト8とか、うん、もう全然あの選手権の全国大会に出るなんていうのは全くなくて、どこだったの？その時は佐日と、でも今も矢板中央と、まあ門下とかっていうところがまあ大体、うん、それで琉球行くって、でも結構、いやもう琉球は 名門じゃん。名門です。でも僕が入った時は、一番その琉球が選手を集めてるっていう状況の時、まだ最初の頃、まあ、最初の頃です、本当に。関東の一部に上がった年だったんですよ、うん、僕が入学する年前から。で、その時にすごいこう新たに選手を集めてるっていうことで、僕が大学1年生の時は、70から80人ぐらいは1年生だけでいましたね。すごいんでしょ、琉球って。すごいですよ。5軍とか6軍ぐらいでしょ。いや、8です。すごいよね。トップチームあって、JFL あって、うん、で社会人でもそういう、まあ、ドラゴンズっていうチームがあったりとかして、で、その後に、学年別のチームがあるんで、すごいね。いやー、すごいですよ、あそこは。本当に。トップチームは、はい、大学リーグなんですか？大学リーグです。関東が一部リーグでやって、はい、B チームが JFL。JFL に。あれ、JFL は急に入ったよね。急に入った。だから、まあ、サッカー協会の多分、はい、思惑だよね。で、1年が出た。全くですよ。1年が出るってすごいエリートなんでしょ？っていうけど。超エリートです。僕は8軍スタート。何年生が出るんだろう？ 3 年生ですね。で、僕も1、2年生が8軍とか7軍だったんですよ。もっと全然上がれなくて。もう大学2年生の本当終わりの方、残り数ヶ月ぐらいになった時に、あ、サッカー選手になれないって思ったんですよ。やっぱ夢は J リーグ。もう小学校1年生の時から、もうそれこそ、まあ、お兄ちゃんに憧れてサッカー始めたんですけど、カズさんにやっぱすごい憧れたんで、そこの世界を見たいなってずっと思っていた、もう、十何年間で。で、大学2年生の途中で、あ、無理だって思ったんですよ。カズに会えねえと。お母さんには会えない、まあ、スタジアムとか練習場にいっぱいあるけど、はいはい、あのもう同じ舞台に立つことはできないなっていうのを、もう7軍なんで、言ったら1チーム25人ぐらいなんで、僕の上に150人とかいるんで、うん、いやもうこれはちょっと、なんていうんですかね、どう頑張っても難しいな。やっぱりちっちゃい頃から、やっぱ練習はすごい好きだったんで、うん、あの結局、チーム練習って2時間ぐらいで、まあ、みんな用意どんで一緒に練習するじゃないですか。だからそこってあんまり優劣つかないなってずっと思ってて、絶対自主練の時、誰かが休んでる時にやれば絶対差つくじゃんって思ってたんで、めっちゃ自主練つけてたんですよ。だから大学の時も本当にその授業の合間とかで、本当に坂道ダッシュを一人でしてたりとか、階段ダッシュしたりとか、ずっとこうランニングしたりボール蹴ったりとか、本当誰もいないところでやるのめちゃくちゃ好きだったんで。俺がやらなかったやつ。僕はまあそれ結構好きで、でも例えばこうチームで練習するってなると、やっぱ指導者の方がいて練習を与えられて練習するじゃないですか。でも自主練ってなると自分の好きな練習できるんですよね。いや左足苦手だなと思ったら左足の練習できるんで、なんかその自主練で自分の練習を考えるのがすごい好きで、めちゃくちゃサッカーのこと大好きでやってたんですけど、ある時を境に、あ、無理だなって思ったんですね。その時に、あ、多分無理だって思って、美容師と服飾の仕事をつきたいなんか思ったんです。大学2年の途中で思って、で本当に親にもその話をして、うん、いやもうサッカーは無理だから、美容師か服飾をやりたい。その場合は琉球の中に合うじゃないですか。ないです。やめて、やめて、やめて専門学校行こうと思ってて、親に、あの美容師か服飾の専門学校に行きたい。で、俺は今一生懸命頑張ったんだけど、夢を叶えるのが難しいと思う、サッカー選手になれないって思ったんだっていう話をして、で、分かった、お父さんと相談するねって言って、まあ、母親に話して、で次の日に、まあ、返答が返ってきて、大学4年生のうちは4年間のうちはサッカーを続けてほしい、うん、で
それ以降服飾とか美容師の、まあ、仕事をしたいんだったらその専門学校代まで面倒見てやるからこの4年間は続けてくれ、頑張れと、頑張れっていうふうに言われて、あ、分かったってなった瞬間に、僕の中で小学校1年生から始めたサッカーって無限に続くんだろうなって思ってたんですよ。もうその期間に4年まであと残り2年ちょっとしかないんだっていう、もうなんていうのこう期限が決まっちゃったんで、で、あ、残り2年ちょっと何しようかな、どうしようかなって、そこで改めて自分を振り返るきっかけになって、で、正直栃木で育って自分はサッカー上手いんだなって思ってたんですよ。遠藤安人タイプでボール展開してやればいいんだって思っちゃってたんですよ。あのプレーができるなって。いや、それはもう語弊がありすぎるんで、もう戦いますからね、そうなったら。そういうプレイヤーになりたいなっていう憧れがあったんで、まあ、そういう感じでやってたのが、残り2年、今までのやり方じゃダメだ、うん、じゃあ、上手い人は僕より上にもう200人、150人ぐらいいるってことは、じゃあ何できるかな、この上手い人たちのためにと思ったら、黒子で潰して、守備をして、で、そうやって自主練とかで走ってたんで体力はやっぱあったんですよ。で、じゃあもう動き回って相手の、まあ、ボランチだったんで、うん、潰して上手い人、隣の人にポンって預けておけば上手い人がサッカーしてくれるじゃんっていうところに考えが行き着いて、で、本当その親の言葉をもらってすぐ頭をパッて切り替えて、次の日からもうガラッとプレースタイルも変えてって、でももうサッカー俺やめるからって思ってるんで、なんかこうある意味こう肝が座ったというか、もう覚悟が決まってて、それで3ヶ月くらいそのプレースタイルでやったんですよ。3年生の時のチーム発表で1軍になってたんですよ。へー。7軍から1軍に上がってて、大学の教室を借りて、あの1軍からこう大きい画用紙みたいなのに名前がこう書かれてるんです。1軍誰々って、それが合格発表みたいな。で、2軍、3軍、4軍、5軍っていうふうに、まあ、JFL は誰々っていうのが貼られてて、で、僕7軍だったじゃないですか。もう7軍と6軍を見たんですよ。で、7軍見てなかったんで6だなと思って、で、あ、ちょっと最近調子いいし続けたなと思って5を見たんですよ、うん、で、なくて、で、あれってやること間違えたかなと思って、本当に8軍の降格見たんですよ、はいはい、でもなくて、で、あ、なるほどと思ってコーチに話して、すいません、200人いるから僕忘れられてますっていう、その名前が漏れちゃったんだろうなと思って言ったら、お前あっちだろって言われた時は1軍の紙だったんです。で、見たらあって、1軍で25人ぐらいでしょ。25人ぐらいのところポンって入らせていただいて、嬉しくないんですよね。なんで？いや、やめるって思ってるから。あ、そうか。僕はもう美容師と服飾になりたいんだって思ってる。まさに1軍じゃねえんだよと。そうそう、僕の心を揺さぶらないでっていう思いと7軍から1軍に、まあ、水口さんの場合ないと思うんですけど、例えばそこからここに上がった時の緊張感って、いや、まあまあ、やばくないですか。もうメガホン持って応援してたり、弾幕張ったり、もう本当にどこ行くにでもトップチームに、あの、応援でついてったり、あのトップチームのボール拾いしたり、ホペ拾いしたりとかってやってたところに今度される側になっちゃったんで、うん、なんか申し訳ないじゃないですか。なんか本当すいません。僕らしかも上手い人がたくさんいるのに、走るしか能力のない僕が行っちゃったんで、まあ、申し訳なさしかなくて、まあ、一軍でいざやりだしたらもう本当緊張ですし、でも俺今ここに選ばれてるのはそれで選ばれてるから、そのプレースタイルやるしかないよなと思ったら、僕はやっぱ関係なかったんですよ。僕の上手い下手関係なくて、周りがただグレードアップして上手くなってるだけなんで、僕のやること自体の仕事っていうのはあまり変わらなくて、ただ預ける人がもっとグレードアップして上手くなってるっていう状況だったんで、やること常に変わらなくて、で、そうしたら最初の開幕戦から試合使っていただいて、で、夏から大学選抜の方に呼ばれたりとか、いろんなチームからお話をいただくようになって、でも本当にでもその最後まで美容師とか服飾っていう思いは結構捨てきれなかったんで、春先に1軍から8軍まで発表されて、途中で降格するとか、ビリガーリーグも全然あります、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 すごい、まあ、そういうある意味、緊張感あるね。いや、めちゃくちゃ緊張感ありますよ、やっぱり。だから監督は全員を見てる、コーチも当然いっぱいいるわけじゃん、たくさんいます、コーチからの推薦とかもあります、あります、本当に、僕もだから、その上に上がったきっかけが何なのか分かんないぐらいだったんですよ、多分たまたまなんかの試合に、トップチームのコーチ、ヘッドコーチの方が見に来てくださってて、うん、でそれでボランチがいないなっていうので探してたところで、まあ、見つけていただいたんで、そこはじゃあ監督というよりはコーチ、
まあ、コーチもそうですね、まあ、中野さんももちろんそうですし、監督も大変だよね、そんだけチームがあったらさ、あるんで、多分本当にそこはうまくこう皆さんで住み分けして、今日誰々がどこ見に、っていうのはされてるんで、たくさんそういう選手をこう上に拾い上げてもらってるんで、もともとエリートエリートで来て、プロに行く選手もいる。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。